この時間はズームアップ。毎週木曜日は科学です。毎日新聞客員編集委員の本村由紀子さんです。本村さん、おはようございます。おはようございます。今日は宇宙から宇宙ゴミが落ちてきたというアメリカのニュースですね。そうですね。ちょっとびっくりしましたね。驚きますよね。落ちてきちゃいましたね。怖いなと。あの、アメリカのフロリダ州に住んでるオテロさんっていう人のお家に、はい、オテロさん、はい。オテロさんのお家に謎の金属片が落ちてきたと。はあ、で、オテロさんはその時不在だったらしいんですけども、ええ、あの、何かが家を突き抜けて床と天井に大穴ができた。いや、不在で。まあ、誰も怪我をしなくて、本当に良かったと、X に投稿しておられます。はあ、これ、あの、去年、あ、今日、先月3月の話なんですけども、それを、あの、いろいろと調べていた、あの、NASA、米航空宇宙局が発表しまして、はい。この、あの、物体は、あの、地上400キロ のところを周回している国際宇宙ステーションの部品であったということを明らかにしました。はい。ニッケル合金製、長さ約10センチ、まあ、スマートフォンぐらいの大きさですかね。重さが700グラム。はい。まあ、結構これがだから降ってくればね、屋根と床を突き破るぐらいの破壊力ということです。そうですよね。ね。うん。うん、まあ、そもそも、2021年。だから3年前に、はい、放出した ISS から用済みになって放出した部品だったんですね。で、その放出した時には計算をした上で、これがいつか大気圏、つまり地球の上空に落ちてきたとしても、燃え尽きると計算をしていたんですけども、はい、その、でも、あの、放出した重量がね、2.6 トンのものなんですよ。2.6 トン?そう。2.6 トンの部品をそのまま、あの、捨てたんです。放出して。はい、はい。で、それが、あの、で、計算通りに燃え尽きるはずだったんだが、が、700グラムの部分だけ残ってしまって、屋根に落ちたっていう。まあ、ちょっと失敗っていうことらしいんですけども。そのちょっとが。まあ、2.6 トンから見た700グラムは、地上で700グラムって言われたら、まあ、その大したことはないやと思うけど、それが、ね、400キロも離れた、ね、地上からというか宇宙から落ちてきたら大変なことになるわけですもんね。うん、そう。だからやっぱ今まで相当計算をして、大体あのトラブルがないように放出してきたんだけど、ちょっとやっぱりこの放出の仕方とか計算の仕方を見直す必要があるかもしれないと、NASA は反省の弁を述べています。まあ、今回ね、大事に至らなかったからいいんですけれども、改めてやっぱりその宇宙ゴミ、スペースデブリというものの存在を、あの、認識させられたというか、そうね、出来事ですよ ね、 ね。これ本当に今増えていて国際問題化しているんです。宇宙ゴミの、まあ、あの、由来というか何、どこから出ているのかっていうお話をちょっとしたいんですが。はい、お願いします。まず一つは、あの、もう世界中のいろんな国がいろんな目的で打ち上げている人工衛星ありますよね。はい。まあ、私たちね、普通に衛星放送見てますし、衛星電話とかも使ってますし、通信衛星とか、まあ、偵察衛星とか、いろんなものがもうたくさん今人工衛星が打ち上がってるんですけども。GPS とかも利用してますしね。そうそうそう。それの運用が終わったやつ、用済みになったやつ。これ丸ごと宇宙ゴミです。それから、故障して、もう仕方ないな、放棄。もういらないってなったやつ。ですね。はい。それから、いろんな人工衛星を打ち上げるときにロケットを飛ばしますよね。はい。で、その人工衛星を放出した後のロケット、ガランドのやつ。ああ。これも宇宙ゴミですよね。そうですよね。分離していきますもんね。ねえ。そうなんです。結局、漂ってるわけですね。放置されて。漂ってるんです。で、まあ、宇宙は広いですけれど、広いとはいえ、各国がもう好き放題にそんなことやってたら、大変なことになる、んですよっていう今時代になってます。そうですよね。一応地上からいろんな国が、はい、あの宇宙ゴミの動向を
観察、監視しているんですけれども、ええ。地上から追跡できる物体、宇宙ゴミ。これ、だいたい10センチ以上ないと、これあるなってわからないそうなんですけども、この10センチ以上の宇宙ゴミで、2万個。2万2個。万個。それから、これ、あとは推定ですけれども、ええ。1センチ以上の宇宙ゴミは、はい。70万個。もうなんかマイクロプラスチックとかのそういう海洋ゴまミ、さなんに、かね、そんな世界になっていそうできすつつあね。るんですね。で、これも推定ですけども、はい。1ミリ以上ね、つまりええ。1ミリぐらいのサイズ以上で1ええ。億個を超えているって言うんですよ。うわー。もうゴミだらけ。で、1ミリ以上がなんで問題になるかっていうと、はい。宇宙において、この1ミリぐらいの粒、まあ砂粒みたいなもんかもしれませんけども、すっごい高速で周回してるんですね。秒速8キロ。想像できますか？できない8でキロ。す。できないです。1秒で8キロでしょ？ そうです。すごいですね。ね。だから1ミリの金属片でも秒速8キロでもう見えないスわーピっードですてなっね。てるところに、例えええ。ば宇宙ステーションが突っ込んだら大変なことになるんですああ、よ。そうですね。中には宇宙飛行士がいますよね。で、それがバンってぶつかって穴が開いたりしたら、本当に命に関わる事態になるので、実際 ISS に滞在中に、ブザーが鳴って、つまりデブリが近づいているっていうことで、ぶつからない部分に飛行士が避難するっていうようなことが、割と頻繁に起き割てとます。頻繁に。そんな状況なんですね。そうなんです。で、まあ、その1ミリ以上っていうか、ちっちゃい宇宙ゴミが何で起きるかっていうことも重要なんですけれども、例えば衛星同士がぶつかる、衝突して、粉々になる。そうやって生まれているゴミもあるんですね。ゴミ同士が衝突してね。そうなんです。宇宙に漂ってるものっていうスピードはそれぞれ違うんですか、じゃあ。まあ、それぞれ違いっまてすことね。ですよね。ああ。ただ、まあ、人工衛星とかそういう目的を持って打ち上げたものは、だいたいやっぱり、秒速8キロとか十数キロぐらいで周回してるので、で、それから例えば放出したものは慣性の法則っていうか、その同じスピードでぐるぐる回り続けそうるなりますし、よね。衛星同士がぶつかったらまた別の、エネルギーっていうか、運動エネルギーが生まれて、あっちこっちでぐるぐる回転しながら、周回したりするんですよ。で、悪質なのはロシアでありまして、ロシアは、自分の、まあ、いち早く宇宙に進出した大国ですけれども、たくさんの人工衛星打ち上げて、それが用済みになっています。その用済みになった不要の衛星に、自分のところで開発した、衛星攻撃兵器っていうのを実験と称して打ち込んでるんですよ。だから宇宙戦争すのごいで練す習をね。うしてるんでわすよ。それでどうせ、まあ標的は自分の国のー。使用済み衛星だから、誰かに迷惑をかけることはないと思っているんだと思うんですね。でもそれを、まあ、例えば地上から衛星攻撃兵器を打ち上げますよね。で、見事的中しましたと。で、その実験は成功かもしれないけど、そこでまた何十万個の宇宙ゴミが生まれてるわけです。で、こうしたことは本当によろしくないと、宇宙活動の将来を暗くするということで、まあ、G7 などでは問題を共有して、こうした衛星破壊実験を実施しないということを決めているんですけれども、まあ、ロシアや中国は G7 には当然入っておりそうまですせんのね。で、そこは宇宙開発の自由ということで、際限なく増えているというのが今現状です。で、その一部はこうやって地上に、まあ、燃え尽きずに落ちてくる。今回のものは計算していて安全に落とすつもりが失敗したっていう話なんですけども、そういうケースばかりではなくて、ね。
これからどんどん増えていく。そうですで、不ね。測の事態も起きうるということなので、ここはやっぱり、もう本当にさっきおっしゃったけど、プラスチックゴミと同じですね。本当そんなレどうベルすでるすかを世ね。界中で考えないといけませんが、つい2、3、2ヶ月前でしたかね。日本の宇宙ベンチャーが、宇宙ゴミの除去技術を確立するための実証衛星というのを打ち上げています。まだ実証技術が、宇宙ゴミの除去技術が実、あの構築されていない状況で、日本が初めてその技術を、ほう。作ることができるかもしれないということで、ちょっと話題になってます。これもちょっと、これから、期待を持って、眺めていそうですきたね。い、いきたいなと思ってます。わかりました。本村さん、ありがとうございあまりしがとうた。ございました。ありがとうございました。毎日新聞客員編集委員の本村由紀子さんでした。ガールズパンチ、バッテン少女隊のバッテンラジオ隊、バッテン少女隊の春野キーナと青井リルワです。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、バッテン少女隊のバッテンラジオ隊は、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします。